ここからは、空中クーチさん、よろしくお願いします。さあ、さあ、一気に来ましたけども、じゃあちょっとね、紹介していきたいと思います。じゃあ、まず小栗雅子さん、はい、よろしくお願いします。そして、長沼ひとみさん、よろしくお願いします。はい、関戸哲也さん、よろしくお願いします。藤井美奈子さん、よろしくお願いします。今津智也さん、お願いします。久保正森さん、お願いします。近藤恵里さん、よろしくお願いします。いやー、増えましたね。でもなんか今までに M、ね、M ちゃん出たことがある方もちらほらなんですけど、それぞれのなんか団体さんではなくて、今回はもう空中クーチさんに集まったみたいな感じですけど、ね、じゃあちょっとまず、はい、実はまあ空中クーチさんとしては2回目といえば2回目。あ、そうですね。前にね、お一人だけ、ヒステージさんに来ていただいて、そうですね、はい、公演の告知をしていただいたりしたんですけれども、はい、じゃあまず空中クーチさんは何なのか。うん、まあ簡単に、はい、一応この中にこんなに人数いるんですけど、空中クーチなのは私一人でして、というのはまあ私の個人ユニット、はい、っていう感じでやらせていただいていまして、まあでも最近はずっともう関戸さんと組んでるこうコンビみたいな感じで、ちょっと若干この人も空中クーチって間違われてるんですけど、はい、ちゃんとスクイージーズ、スクイージーズ、ちょっとね、今あの名前の一つよろしく、ちょっとカッコカッコあの作れないんですけれども、そうですね、スクイージーズ、はい、そうです、はい。じゃあそんな、いわゆる皆さん毎回客演を募って、そうですね、あの私がわがままを言いまして、うん、あのぜひ一緒に舞台をやりたいという人たちに集まっていただいてます、うん、はい、はい、じゃあ今回の公演をまずね、あの紹介していただきたいと思うんですけれども、ちょっとチラシの画像が、はい、おっ、はい、ダブル B 面フォノグラフ、はい、うん、ちょっとなんか気になるね、あの タイトルというか、なかなか最近 B 面って聞かないですね。そうですよね、うん、B 面わかります？ B 面わかる方います？おそれはこれは公演を知ってから、知ってるからね、公演もともと知ってた。おお、じゃあ入ってきてくれ。じゃあリコさん B 面わかる？聞いたことはあるんですけど、うん、きっとわかんなくて、ジェネレーションだって。まあ高校3年生、そうですよね、ちょっとなかなかですけど、まあ、いわゆる、まあ、レコード、まあちょっと今あのイラストにもありましたけども、やっぱりレコードとかそういったものも関係してくる。そうですね、うん、どうですか？え、俺、うん、あ、はい、どうも、プロデューサーのセリフです。あのプロデューサーって書いてあったんで、ちょっと言っちゃいます、はい、そんな偉そうな感じですね。久保君は僕のことバカにしてますけど、そんなこの WB のこの前行くんですか？その本編を小栗雅子が作演出をして、はい、で短編の2作品を僕が作演出して、で、はい、その3本、同時こう、うん、上演してっていう感じで、はい、そのどっちもしたいね、どっちの作家性もしたいねっていうことで、うん、ダブル A 面だとちょっとおこがましいよね、楽しいよね。でも待って、 B 面は、ほら、プリンセスプリンセスの M とか、ああ、わかりますか？わかんないですよ。わかりますかね。松田 M の卒業写真も B 面に出たこと、これ、結構名曲が多い、名曲が多い、ね、そうですね。あ、これご存知かな、結構その、まあ、昔でいうその、ね、あのレコード版なんですけど、す、まあ、シングル版で、まあ、ドーナツ版とかこの小さいのがあったんです。僕も世代では実はないんですけど、はい、まあ、僕もたまに中古屋で買ったりします。あれの、まあ、A 面で、まあ、なんていうかメイントラックみたいなのがあって、そうです、それで、まあ、もちろん売り出すわけなんですけど、はい、実はなんと B 面のね、そういった曲の方が、はい、そうなんです。売れてオリコン1位になったら、実は裏その B 面の方が実は売れてたとかいうのが結構世界中でもあったりして、あ、そうなんですね、あの海外とかの曲でも、ね、あの B 面がっていうのが結構あるんですけども、じゃあその B 面をっていうのが、ね、あるから、で、あとその B 面、ダブル B 面フォノグラフという作品というよりは、そうです、そうです、まとめの、そうです、そうです、うん、で、まあ、あの登場してくる、登場人物の人たちも、はい、もう表舞台に出てくるっていうよりはちょっとこう、うん、あんまり普段光を浴びないような人たちに、うん、ちょっとあの光を当てて、で、そこで作品を作ってみようということからも含めて、うん、ダブル B 面フォノグラフって感じでしょう。でも役者陣はここいるだけでも、もうすごいスポーツ浴びてる人たちばっかりですね。私が一番びっくりしてるんですけど、こんなに集まってもらえるとは。超豪華キャスト陣が、まあ、もちろんここでね、紹介できないっていうか、あのここにいらっしゃってない方も見えるわけなんですけれども、じゃあちょっと稽古風景の写真とかがあるのと、はい、あと映像とかもね、ご覧いただいた方が、そうですね、前回公演の映像とかも一応準備はしてきたんですけど、はい、ちょっとそちらをね、見つつなんですけれども、はい、これ前回公演の、うん、はい、なんていうか、
まあ、抽象的というか結構あの、ね、この舞台装置がすごく紙が貼ってある、はい、もうこれ有名なアルジャーノに貼る、そうですね、戯曲アルジャーノに貼る花束 を、うん、を、やりたいなと思って、まあ、あの話は、ね、皆さん知ってる方が多いと思います、うん、はい、ちょっとなんかテイストが、まあ、なんとか演劇と、まあ、ダンス的な部分というか、まあ、今、制作人で語るのは、そうですね、前は、赤い魔女の堀江くんっていう子に、うん、振り付けを頼んだりとかして、うん、はい、2作品を中心にやるとなんかそのアトレンジさんなんかね、あのあちらにも前出てらっしゃる、そうですね、で、まさに今津さんも出演されてる、そうです、はい、あの今津さん、あと、フォーカルで薄いさん、斉藤弥生さん、なかなかこのです、ね、アーティスティックというかアート的なその舞台の、ね、状況とか見てもなんかちょっと普通の演出も違うかなっていうのを感じつつありましたけど、ね、はい、それが本編で、はい、あこれ、まあ、まさに、はい、これがそうですね、あの岸誠二さんの一人芝居ですね、はい、この作品は、まああのほぼ地方でもやらせていただきまして、はい、結構どこでも公表いただいた作品で、うん、大阪の広松さんの会社の会社を、すごい、あのかっこいい石田さん、あの石田で策略して、うん、なんかすごくかっこいい感じだから、うん、ものすごくドキドキするようなキャラクターにしたいっていうふうにお願いして、いることになりました。この番組聞いていただいた時は確か金髪だったんですけど、あそうですね、もうあの毎回この、ね、作品にそうですもう何度かやっていますので、その度にあの髪型に、そうですそうです、うん、はい、わざわざ変えてもらって染めて、うん、はい、おかっぱにしてもらって、ただ今回はまたちょっとまた別のね、あの作品というか、まあ、全く違う、そうですね、はい、じゃあまずこの作品の方をまたちょっと聞きたいと思うんですけども、はい、本編で、アナログデバイスドライバーというのがありますけれども、はい、それがですね、前回もちょっと短編でやった作品、うん、はいはい、を、今度長編にしまして、うん、ちょっとまあおかしな世界観の中で、でもそこで一生懸命まあ頑張って生きてる人たちをクローズアップして描いてる感じですね。まさに小栗さんがまあ描かれた。そうですね、はい、でそこに、出演されるのが今津さん、ここに見るのは今津さんと久保さん、あ、関戸さんもですね、はい、そうです、はい、じゃあ皆さんどんな役かとか言いますか、はい、じゃあ久保さんから、あちょっとあのあちょっと言わせましたけど、これ生放送でやっておりまして、あのパソコンとかねご覧になっている方は右の方にあのチャット画面があると思うんですけど、まあ、久保さんなんかね言いたいことがあってすごい、あの何か小栗さんに聞きたいこととかあればちょっと書いていただければね、ご紹介しやっていきますので、お願いします、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ、あの久保さん、役としては、役としてはアナログデバイスドライバーなかなか聞かないというか、こういう言葉あるんですか？私が勝手に作ったんです。あ、そうですね。デバイスドライバーっていうのは、まあ、それぞれパソコンとかの用語を使って、うん、なんかいますね、はい、聞くと思うんですけど、デバイスドライバーがそこにアナログがつくっていうのはね、なんかそうですね、人間っていつもなんかすごい不完全というか不安定というか、うん、機械と違って、はい、なんか有名な話で言うと1割3×3 って電卓でやると、うん、電卓は 0.99999 って言うんですけど、はい、うん、人間は 1÷3×3 って言うと頭の中で1って計算するじゃないですか。その誤差が人間と機械の違いだと思ってて、でなんかそういう不確かさというか、うん、不確かだからこそやっていけることとかもあると思うんですけど、うん、そういうのをかけてるのと、その世界観がですねちょっと変わってて、うん、こうドナーカードに未来、うん、ちょっとどこか、はい、肉が足りなくなって、うん、ドナーカードに、とある項目が出されて、うん、ちょっとまあおかしな世界になってるんですけど、うん、まあ、そこで一生懸命生きてる人たち、だからそのアナログなデバイスドライバーに、はい、人間もなりうるのではないかっていうこと。じゃあそこで風さんは、はい、どんな役を、これどこまで話せば、あもう全然なんですよ、はい、僕はその、うん、そのドナーの、うん、あの要は進める人というか、うん、なんていうんですかね、その、どこまで言えばいいのか分からないんですけど、いや、まあ、なんか社会、うん、その、要は社会がこう変わってきているところで、うん、要は翻弄されるというか、ちょっと振り回される役柄ですね、うん、の一人
なのかな、はい、何人かいるってことですか。そういうことになりますね。いいっすね。ちょっと思います。そのドナー登録をするときに、うん、まあ、相談窓口とかその、うん、あの受付をする、うん、まあ、役所じゃないんですけど、うん、そういうところが設けられまして、はい、という設定だったんです、うん、そこで働いている職員さんですね、うん、はい、なので、まあ、いろいろほら新しい法律とかできると、うん、いろいろな意見が出るじゃないですか、うん、そういうのを一心に浴びている、あ、疲弊している、結構大変な役そう大変ですね、うん、今回みんな大変なんですけど、お、じゃあ今津さんは。僕はそのもうちょっと当事者というか、うん、自分じゃないんですけど、うん、あのお父さん、うん、お父さんが、うん、まあ、もうちょっとそのそろそろ、うん、っていう時にそのドナーカードをやって、うん、そのなんていうの、その実のそうどこまでいいよみたいな、その、はい、父親の意見と親族としての意見と、うん、でそういうことに、うん、なんていうんでしょうね、なるほど、助けを求めるんですね、子犬のような、ね、そういうの板挟みになっている、うん、その、うん、苦しさというか、なるほど、うん、そういう役割を、すごい。じゃあ、じゃあ、なってるのがすごいな。じゃあ、それを受けて関東さんは。僕はそんな今津君のお兄ちゃんです。あ、お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 、そうですね、そんな親子じゃない。今日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 はい、この対決はすごいのでちょっと見守るんで、一緒に苦しめられてるってことですか。そうですね、なんかあのさっき言ってたそのドナーカードに振り回される、当事者の、息子たちっていう、ね、息子の兄弟でもちょっと意見の食い違いがあったりして、どうすんだ、うん、大変ですね。いい調査に向けて、いや今日いいアシスタントだなんですけど、すごいいつですね、ちょっと天然ばっかじゃあ続いては、頑張っていきましょいっていう、これは女性陣ばかりで、はい、あ、僕はい、はい、僕は作品やらせていただいたんですけど、うん、さっきあの話させていただいたアナログデバイスドライバーが結構割と、はい、あの深いというか考えさせられるようなお話なので、うん、頑張っていきましょう、もうとにかく笑える話にしよう、あアイドル の、はい、あのバックステージもののコントものです。あ、はい、で、あのここにあの出ていただいてる女優、ね、アイドルでアイドルあれでもあアイドルで、はい、やっていただいて、じゃあ長沼さんの役はアイドルです。アイドルですよね。はい、はい、あ、ちなみになんかその好きなアイドルとか、あ、普段アイドルとかどうなんですか。あ、アイドル好きです。あ、そうそうそう。な、あ、AKB が。あ、AKB さん。AKB さんがです。ああ、なるほど。女の子がいっぱいで踊ってるのが大好きです。じゃあ今回もそんなようなシーンもあったり。そうですね。確かに。踊ってはいないんですけど、汗はものすごいかかります。何してやるの。何してるんですかね。はい、もう劇場で、いや絶対面白いでしょこれ。いつ もう稽古場が爆笑なんですよ。じゃあ続いてこれだんだん聞いていくのもあれだけど、藤井さんはいかがですか。アイドルです。アイドルです。おお、いいな。アイドルやってみて、アイドルをやってみて、アイドルをやってみて、そうですね、うん、アイドルって大変なんだなって。そんな、ね、そんな、そうですね。はい、うん、はい、はい、じゃあ行きましょう。今度エリさん。アイドルです。素晴らしい。ファンサービス素晴らしい。皆様ぜひ見てください。でもね、もうエリさんといえばもう姫になりたい、姫になりたい。棒はつけません、もう、うん、ギター青木みかんさんで、うん、もうひたすら姫をやりたいということで、まあ、これで姫になったんですよね、一回。そうですね、和物の、和物の、はい、姫は、はい、まだ洋物はちょっと洋物いただけてないので、今回はでも姫ではない、ではなかったですね。しかしアイドルが、アイドルが、あ、青木みかんでもらえないんだったらね、空中空地でもらってもいいんじゃないですか。そういう場。あ、アイドル、アイドル、じゃあすごい可愛いです。あ、可愛い、可愛い、すごい可愛い、そんなことないよ、可愛いよ。怖い、こんな感じの、こんな感じの嫌な女たちのそのコメディーが、はい、じゃあ最後に、関戸節満載のアダルトな書き下ろし短編、
ラストトラック、はい、うん、こちらなんですけど、こちら、あ、小栗さんも出演。そうなんです、うん、はい、まあ、WB メンフォノグラフっていうタイトルなので、はい、こういうレコードに引っ掛けてこう、うん、なんか大人の話をかけないかなと思って、うん、でそしたらなんとあの名古屋を代表する大女優、はい、俳優飛田千子さんが出ていただいてるということで、じゃあ使わない手はないってことになって、うん、でそれで、千子さんと僕と小栗と臼井さん、うん、あの大人4人で大人の話をかけないかなって言って、そうなんです。結構何でもありてるからね、本当にもう人と全然違う、そうです、本当に違います、テイストを持ち替えようって話で、うん、はい、そちらのこだわりとかって何か、あのやっぱり大人がこう、うん、どう言ったらいいんですかね、あの決断しなきゃいけない時とか、うん、ずっと隠してることだったりとか、うんうん、あのそういうのをこうにじませたいなっていうような感じですかね、うん、僕の方で言うとあの頑張っていきましょうか、もうあのヘロヘロにてるので空気感を満載にした、うん、こうしみじみとしたあの、うん、お芝居になればなと思って、うん、はい、作りました。はい、じゃあここで改めてね、あの日時とか、あとそうですね、公演日時とあと料金ですかね、そちらの、告知をお願いしたいんですが、どなたにお願いしましょうか。ああ、じゃあはい、私の方から、はい、はい、お願いします。はい、今月ですね、2月の20日金曜日から22日日曜日まで七つ寺共同スタジオの方で、はい、やります。で、公演時間によってはですね、はい、おやつがついていたりとか、これ気になる、はい、これ気になる、はい、ちょっとお腹のすく時間、あの11時の回と12時の回でおやつがついています。で、19時、土曜日の19時の回にアフタートーク、ゲストをお呼びしましてのアフタートーク、はい、三重県の方からですね、はい、あけぼの座スクエアのプログラムディレクターとテクニカルディレクターの湯田さん、山中さんをお迎えしまして、うん、はい、私と関戸さんと同世代なので、ちょっと同世代トークということで、はい、緩く熱く芝居を語ろうというのがあります。日曜日最終の楽日ですね、はい、一番最終の回の、アフタートークが、はい、出演者裏話ということで、はい、まあ、稽古場での出来事だったりとか、うん、まあ、苦労話、その他面白話、はい、などちょっと暴露していただくっていうところに、出るメンバーを今日ここで発表するという、おはい、イエイ、流れになっています。こちらも見ていきたいと思うんですけども、どなたが出演されるかといいますと、こちら、はい、そうなんです、若手にちょっと出たこともいまして、はい、今津智也くん、久具正森くん、正森です、近藤恵里さん、はい、長沼ひとみさん、はい、藤井美奈子さん、岡山みなみちゃん、はい、この若手がですね、ざっくばらんに楽しいお話をすると思いますので、はい、久具くんの嫌なことどんどん絞り出していこうと思います。全くそんなのないっていうことになってますので、これ、はい、すごいワイワイ楽しいトークになると思いますので、はい、はい、ぜひぜひ、ぜひ皆さん、はい、ただすごい人気のある回でして、ぜひですね、そうなんですよ、なんかもう早い時期からちょっとお役をたくさんいただいてまして、うん、じゃあちょっと、そうですね、アフタートークのある回とか、うん、まあ、おやつ付きの回に、ね、やっぱ気になりますもんね。そうなんです、割と混んでまして、で初日もまあ何もないんですけど、やたら予約をいただいてまして、あ、じゃあちょっとまた、ね、はい、あちらの公演の、詳細の、そうですね、はい、はい、初日金曜日が19時半開演ですね、はい、で土曜日が11時おやつ付き、それで次が15時の回、19時がアフタートーク、同世代トークですね、はい、で22日日曜日が、12時がおやつ付き、16時がそのさっき発表しました出演者裏話の日となっております。はい、はい、で料金の方は、料金が、いくらでしたっけ、読みましょうか、はい、前売りですね、前売りご予約が、一般の方が2000円、はい、学生前売り券、これが、受付で学生証の提示が必要になりますが、うん、1800円、はい、当日これは席がありましたら発売になるんですけども、うん、2300円ですね、うん、はい、満席の場合は当日券の発売がありませんので必ずご予約いただければと思います、ね、さっきの話ありましたからね、そうですね、はい、じゃあ詳しくは、こちら空中空地さんのですね、ツイッターが確かありますよね、はいはい、ツイッターございます。こちら、まあ、こちらまで、はい、それこれやってる、はい、ちなみに予約とかってこちらにいただけば、そちらいただいても、はい、お返事させていただきます。あ、大丈夫ですか、はい、じゃあこちらをフォローしていただいた上で、そうですね、はい、はい、送っていただいたりしたい、お願いいたしていただきたいと思いますはい、じゃあここまでは、空中空地さんから、たくさん今皆さんにもう一回ね、紹介したいと思います、小栗雅子さん、
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。長沼ひとみさん、関戸哲也さん、ありがとうございました。藤井美奈子さん、ありがとうございました。今津智也さん、ありがとうございました。久保正盛さん、ありがとうございました。近藤恵里さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。前回一旦CM を挟んで、最初の質問コーナーですね、行きたいと思います。よろしくお願いします。では一旦 CM でーす。ありがとうございました。ありがとうございました。